お疲れ様です。FX の続報ですえ。5月10日の11時なんですけども、えー、と、まずゾーンを書きましょうか。ゾーンをもう一回書けますんで、マーカーで黄色でサインしますね。こういう風な形で今ゾーンが形作られているんですよね。えー、で、そのゾーンを作ったものといえば、ここの130-192と129-860という2つの力点なんですが、これがどうして作られたかっていうことは、こちらのね、ゾーンがそのまま作られている。 使われてるってことですよ。これがそのまま横に引っ張ってこられて、そこに突入したんで、警戒してるってところなんですが、さあ、ここをね、突破したら、下の方にグーッと伸びるかと思いきや、ですよ。急速にヒゲを出して情報に行きましたよ、ね、上の方に。これが何を意味するか、もうお分かりですよね。この辺りで、売りのポジション、あ、ちょっとすいません。この辺りで売りのポジションを取った方が、ここですよ。 かなりの上級者と思いますけどもね、この辺りで売りのポジションを取った方が急速に決済したんです、ここで。まあ、ですんで、この辺りのロスカットを巻き込みながら、先ほどのね、私のような、ここを割ったら売りに入りますよっていう風にして、えー、早期に売りのポジションを立てた方のロスカットを巻き込みながら、あのー、急上昇していったわけですね。さあ、それでゾーンをくぐり抜けましたんで、ここはこういう風になったという風に考えてもいいんじゃなかろうかと思います。ですんで、 えー、まああの急落の恐れはあったんですけどもそこはまあ脱したかなというとこでございますねつまりはここの下のライン下の力点はうーん越えて下に行くのはまあ波大てのことではないっていうことがここで一つ分かったということになります分かったといってもね本当にそうかどうかはこれからの動き次第ですけどもまあほぼ私の場合では もうこっから下の方に行くんだったらもう仕方がないなというところですね。で、改めてね、いの方にポジションを立てていこうかと思います。もうすでにポジションを立てている方もいるかもしれませんけども、私の場合はですね、こちらですね、131円少なくとも、を超えて上の方に行くようだったら、エントリーポイントを決めますね。まあそういった形で、今のところ、今日のところは、もうポジションを持たずに、残りの時間行こうと思います。今日はロスカットを食らったんで、もう結構です。今日は、 あエントリーポイントを探すため131円前後ですねこちらの方を狙っていきます